どうもエルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。いやー、敵がマジ強え。そりゃね、ほう、後ろから行くとああいうアクションが取れるわけね。一応ステルス要素もあるっちゃあるって感じか。でもまああんな開け方してる限りは無理だよね。割れずに行くっていうのが無理だよね。早い早い、待て待て、おいゆっくり行け。エディの一味がいるかもしれない。大丈夫よ、あの海賊たちならここまで追ってこないと。何これ、信じらんない。カメラがあれば。この罠、その昔誰かが黄金を守るために仕掛けたのかしら。いや、そんな昔じゃないな。槍をよく見てみよう。嘘、これってあれでしょ。俺たちの飛行機のだ。でもなんかおかしくない？仲間が島を歩き回るっていうのにこんな罠を仕掛けたら危険じゃない。おい、これ見ろ、こいつが死んでから何か来たらしい。何か？誰かじゃなくて？待って、もしかして。聞こえるか？今度は何？おかしい、何の音も聞こえない。見られてるな。見られてる。ああ、やっぱり何でもないか。行こう、とりあえずなんか変なもんには出くわしたくないだろう。そうね。あー、なんかめんどくさいのが出るのかな。ということはボスとか出るのかな。ヤツがいたぞ。あと18。あ、頭下げてろ、レーザーサイトを持ってるぞ。最近ここ最近の武器持ってくる。キーいや、特殊部隊だね。番犬が門にいるとなると、ローマンとナバロもこの近くにいるな。そうか、やっぱデザートか。デザートイーグルマグナムか。さあ、これでちょっとは、まあでもどっちにしても弾不足やね。いや、しゃがみがないのはつらいな。なんかついたね。どうぞ。図書館の警備を固めろ。サリバンのところへ行かせるな。了解。修道院の東側であのおっさんに手伝ってもらってる。なぜあんな奴を連れてきたんだ。信用できないホラ吹きだ。バレてるね。
痛い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 。ああ、リロードが。奴がいたぞ。奴はあそこだ。くたばれ。どうしても罰をボタンを押してしまうな、回避で。こっちだ。で、降りたら出てくるって感じか。いるぞ。よし。一発強えよ。いくらなんでもさ。できるだけ格闘で倒して弾ごっそりもらわんといかんね。弾もらえる確率が上がるんじゃないかな。今更だけどね。ネイト、ここに長くいない方がいいと思う。俺もだ。よし、サリーを見つけてとっととここから出よう。今だ。目を離すなよ。ありがたい、勝負もらった。やつを通す。いけー。上にいたか。こっちからじゃ回れそうにないから。やつらを通すな。今のは一定ぞ。あとは？おお。よせ。こんなもんかな。さあ、どうにかして上行かないとね。9ミリ。マグナムが強すぎるね。これじゃない。そしたら？これでもない。さすがに開かないか。いた。オーケー。ああ、やべえ。君強いね。はいはいはい。そこね。開けれない。こっちも開けれない。じゃあ、あとは上に行くだけやね。いやー、急に武器が強いのが手に入るようになったね。
や、そのまま横でよかったか。ふいふい。飛んで。これも回る感じか。届くのね。9ミリか。ほう。あっちは行けなさそうだよね、ここね。ぐるって回る感じかな、もしかしたら。あ、特に何もなし。さあ穴開けて、これで合流ができる感じだね。さあ銀の十字架。そこ今光ったのは9ミリか。まあ武器縛りしてるわけじゃないんだけどね。やっぱそれは抑える。あなたはもう支えて。マジでこれ頑張らないといけないの。用意できた。オーケー、離せ。そっとだ。ああ、そっとって言っただろ。そっとという言葉知らないみたいだね。あそこに銃が一つ。さて、それくれ、弾を。あとどこいる？いていて、いていて。便利かもな。これでいいか。行くぞ。あとはどっち側かな。奴らを通すね。いきなり出てくる。
ちではない。ないね。死んでも、うん、おお。優秀。図書館に違いないわ。ほらあれ。だが正面玄関から入るのは危険だ。他の入り口があるか調べてみよう。まあでもこんだけバンバン打ち合ってたらわかるだろうね。フィリピンのバーで働いてた子なんだ。いい子でね。みんなあの笑顔にメロメロだった。恋仲になっちゃったら誰だってあのとろけるようなキスにやられちゃうわけ。小さい子で150センチもないんだぞ。みんなは彼女をプチパニックとか呼んじゃった。うるせんだよさ。何万回同じ話すりゃ気が済むんだ。ああそうだったか。悪いな。年食うと話したか忘れちまう。だいたい時間かかりすぎじゃねえのか。よく見てくれ。本はほとんど腐りかけてる。それにスペイン語だ。とっとと読めよ。ボスがお待ちかねだ。おい、あそこ。まあ、くそ。打ち返せ。そこだ。どうだ。見失うな。ねえ。報われますように。頭を下げろ。頭をね。その通り。動きを止める。あとはどこ？下か。いかんいかんか。サイト。あれはこっちのセリフでいい。開いた。ああ素晴らしい。危ない危ない。グレネード弾はあかんって。やっと助けに来てくれたか。いや待ったよ。死んだにしちゃ元気そうだな。見たとこやっぱお持ち帰りか。何それ。おい彼女がいなきゃ助けに来られなかったんだぜ。助けに来たんだっけ。何言っちゃってんだよ。はっきり言ってこんなの怪しすぎるだろ。そう、宝の情報を流すわ。なぜか奇跡的に生き返ってるわ。まさか疑ってんのか。ローマンとは取引をして時間を稼いでたんだ。確かに計算違いでまあ後をつけられちゃったけどな。サーリー、あんたがそんなにベラベラまくし立てなければもう今頃は宝を手に入れてたんだぞ。だったら俺の脈ぐらい確かめてくれるかな。見捨てて逃げる前に。まあ過ぎちゃったことは仕方がない。とにかくあんたなんでまだ息してんのね。ちょいとぶったまげるぞ。うそだろ。フランシス教が守ってくれたのか。こんなのまるで映画みたいだな。痛かったのには変わりないけどね。とにかく生きてるのはすぐにバレちまって、俺がいなきゃお宝を永遠に見つからんと説得した。適当に口八丁手八丁でお前を待ってたわけだ。今ローマンはどこなの。まあ修道院のあっち側でお宝の山でも探してるんじゃない。俺のデマに惑わされて。見ろ、フランシス教は完璧だ。それはスペイン人が秘密の蔵に使ってたマークなんだ。お宝のありか。なんとこの修道院だ。このマークがお宝のありか。必要な情報はここにある。お宝への全てのヒントが詰まってる。ゲットできちゃうぞ。あなたたち
また仲良し小良しで私を置き去りにしたりしないわよね。やめた方がいいぞサリー、強烈なパンチが飛んでくる。覚えとこう。うん、だいぶお調子もいいんやね。絶対だ。ふん、ゾウに何か関連があるな。ゾウね。メロ、モザイナン、南北か。登れる。よしと。ノース。で、ライオンが、お、あったり、もう特にアイテムはないかな。気づかれる前にね。で、どうすんの？さあ、どうしましょう。明らかにこれだよね。おお、お宝ゲッチュ。あとは、動いたね。これは何かありそうだな。明かりを貸せ。ああ、よし、ここで待ってろ。俺が見てくる。ちょっと待ってよ、一人で行くなんて危険だわ。そうだ、ローマの手下がうようよいる。だから一人で行った方が気づかれにくい。大丈夫だ、心配すんな。奴らはこの部屋を知らないし、ここにいれば安全だ。わかった。これを持ってけ。13番なら敵が使ってないから。状況を伝えろ。オーケー、了解。扉を閉めとけよ。ネイト、気をつけて。大丈夫だ。気をつけるって。いて！だよ、この柱！そう。さあ。よっしゃ、チャプター14と行ってみよう。
あっちか。まあね、特に誰とも会わずに済むことを祈って。13番だけ繋がるんだね。そしてね、引っかかれるところとそうじゃないところの差が激しい。どうせ届かないんでしょう。誰か来てるな。9ミリね。とりあえず目星武器見つけたら構わず殴りに行ってしまえばいいね。あー、次はどこだ。絶対いるよね。わざとらしいな、こんなところに置いとくなんて。いいな。やばい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 、よし、よし、それは君がね。
そ。二つの鐘が完璧なハーモニーで鳴り響く。あっちだね。間違えてるな。うん、オッケーだろ。だって撃つしかないもんね。2つ一気にならすってなると1人じゃ、まあ2人だったらいいけどね。すいませんね、こんなところで銃撃ってしまって。ないっすか、お宝ないっすか。手がかりは全部ここにある。手に入っちゃうぞ坊主。一体どうやってあの像をここから運び出すつもりだよ。やつらを通すな。適当に歩いてたら見つかってしまったな。完璧。すまん、かったね。そこいたか。こっち来ないかな。ねえか。これで、だいぶ弾がいい感じに。なったかな。これ絶対撃ててくるよな。一人にやられるとは信じられんな。ねえと一人の仕業なわけねえだろ。いいか、この島は呪われてんだ。もういい、使えん部下と共に島を去れ。この野郎、俺を切るつもりならその前に分け前を払え。分け前というものは仕事をきちんとできたら受け取れるものだ。お前の仕事はドレイクを捕獲し邪魔者を排除することだ。ざけんじゃねえローマン、いい加減にしやがれ。お客様がお帰りだ。覚えてろクソ、いつか痛い目に遭うからな。あばよ。なぜ君はあんな迷信めいたバカを雇ったんだ。あなたが安い護衛をと。安く雇ったのなら致し方ないか。ナバロ君、君はどうなんだ。高い報酬の価値はあるのか。黄金はここです。間違いありません。サリバンが信用できる男なら。信じたのか。嘘をつけば容赦はしないと。宝が見つかれば用はないことは誰にでもわかる。本当のことを話すと思ったのか。まったく君というやつはビジネスとは常に先を読み動くものなのだよ。もう少し時間をください。
本当に君が言うほどこの宝には骨を折る価値があるんだろうね。間違いありません。エルドラドは想像を絶する価値があります。だといいがね。はい、ということで結構切りがいいところまで来たので、そうだね、今回はここまでにしようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。